では激辛ジョニス、今日も見直しに火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、今回なんですけども大塚にいるんですけど、あの有吉ゼミで紹介された激辛チャレンジメニューに挑戦していきたいかなと思います。お店がうどんで九州ダイニングマサヤさんに来ております。こちらはねマグマつけうどんというめちゃくちゃ辛い、本当にちょっとねあの名前を聞いただけで、ね、入ってる具材とかちょこっと調べたんですけども、カプサイシンソースやら、ホワジャオとか、辛い上にしびれる、そして熱々とこういった感じで激辛の相手としては、申し分ない相手ではないでしょうか。で一応20分以内にこう食べきれるとジェラートがなんかついてくるみたいなので、早速今日はここに行ってみたいと思います。さあ早速中入ってきたんですけど、まあこれ看板メニューがこれ肉うどんになりますかね、一番、最初のページに入っていきますけど、肉うどん、肉つけうどん、肉玉うどんという隣にありましたね。こちら有吉ゼミの激辛チャレンジグルメに超爆辛マグマつけうどんアコーニュースペシャルということで、うわめちゃくちゃ赤いな、これ麺も辛いみたいなんですけども、あー来ました。うわすごいな、なんかラー油の香ばしい香りがしますけど、うわーこちらが漬け汁、うわすごいなこれ、あおいしい、よろしくお願いします。はい、スタートです。いただきます。さあマグマ漬けうどんさんお手並み拝見ですよ。うわすごいな、ちょっとまず麺からいってみましょうか。これもう麺も真っ赤っかなんですよ。カレーなんちゅう赤色ぐらい、漬け汁もすごいですね。これ油揚げですかね、これは油揚げにエビフライ、そして唐辛子、ニラ、ネギとか、いっぱい入ってます。あと豚肉ですかね、これは鹿児島の黒豚です。あ黒豚、もう肉美味しそうですね、これ。うん、あ風味がグワッと、あとホワジャオが入ってるか、普通の油揚げに大量に入ってますね。おお、油揚げに練り込んであるみたいな感じですか、すごいなこれは。じゃあちょっと漬け汁いきますね、いただきます。うん、あ結構パンチ効いてますよこれ。激辛のコチュジャン、コチュジャン、コチュジャンですね。そしてこの大ぶりのエビフライ、エビ天ですけどね、はい、うん、あエビ美味しい、うん、うん、サクサク、20分ですかね。油揚げ怖いな、ちょっとだけかじってみますか、油揚げ。あしびれます、こんなしびれる油揚げ初めて食べたぞ。しかしね、このスープの美味しい出汁を吸って、非常に旨味を感じれておりますけれども、このエビ天が非常にサクサクで美味しいですもん。うん、こんな地獄のような漬けうどん初めてだ。この麺も辛いですからねこれ。じゃあちょっと麺を入れていきましょう。カレー、油揚げ食べた後すんごいもう口の中がしびれてきます。このうどんによく絡みつきますね、スープが。ただ辛いだけじゃないですよ、一つ一つの具材にね愛がこもっております。ああカレーやっぱ辛いわ。油揚げ、うん、唐辛子も5、6本ぐらい入ってますけど、10本、じゃあホールの、はあ、暴れるというすごい、どうか、うん、顔の周りが熱くなってきました。終盤にやるときつくなってきました。はい、記録は10分16秒、いただきました。
ちょっと押し直しに、ジェラートかけて。うんうんうん、おしすね。それでは早速辛さレベルの、わかりました。それでは早速辛さレベルの発表していきましょう。うどんで九州ダイニングさんのまさやさんの、マグマつけうどん辛さレベル、じゃん、辛さレベル6です。おめでとうございます。はい、もちろん辛いんですけれども、麺自体はちょっとラー油のようなこう香りがして、ね、非常に香ばしい、感じです。築地のエビ天、エビ天がねサクサクで美味しかったです。一応ですね、こちらの激辛チャレンジメニューは1日限定5食となっておりますので、一応なんか事前予約を、をすると、安心かなと思いますのでね、お店の詳細は概要欄に貼り付けてますので、ぜひ激辛マニアの方挑戦してみてはいかがでしょうか。というわけで、もしこの動画がいいければグッドとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新してますんでフォローお願いします。はい、こんな感じでね、チェキ写真が今後なんかボードに貼り出されて、もしかしたら掲載される、いった感じなのでね。はい、いい顔してるね。